西祐希は、三重県三重郡小物町出身のプロ野球選手。宇右藤右内。日本プロ野球では、オリックスバファローズを経て、2019年から阪神タイガースに所属。2020年に阪神へ入団した西純也とは、当園の親戚にあたる。オリックス時代の2012年に、パシフィックリーグの対福岡ソフトバンクホークス戦で、ノーヒットノーランを達成。 三重県立小物高等学校では2年生の時から AS として活躍。2年夏の県大会では宇治山田商業と決勝で対戦するも中井大輔にバックスクリーンにへ本塁打を打たれるなど4点を失って敗戦。翌3年夏の県大会でも決勝で宇治山田商業と対戦すると5から2で勝利し、雪辱を果たすとともに甲子園大会への出場を決めた。 甲子園では、橋本いたる要する仙台育英と一回戦で、対戦。橋本に5アンダを打たれた末に1から4で敗れた。2008年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファローズから3位で指名。契約金5000万円、年俸500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は63。2009年、ウエスタンリーグ公式戦18試合に登板すると、 シーズン終盤に一軍昇格を果たした。9月21日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦にリリーフで一軍デビューを果たすと、一イニングを三者凡退に抑えた。オリックスの高卒新人投手による一、軍公式戦の登板は、球団合併後初めて。その後もリリーフで三試合に登板すると、通算4イニングで無安打無失点のままシーズンを終えた。2010年。 リリーフを中心に一軍公式戦18試合に登板し、防御率3.41を記録。8月12日の対福岡ソフトバンクホークス、戦ではプロ初先発を務め、勝利投手の権利を得るまで、あと1死の5回2しまでは、無安打に抑えたが、松田信弘に同点的自打を打たれるなど逆転され、初先発初勝利はならなかった。 夏には突発性顔面神経麻痺を発症し、顔の右半分の感覚が失われ、激しい頭痛や耳鳴り、味覚障害などの症状に襲われた。一時は医師から野球を続けることはできないと診断されるほどの状態だったが、約2ヶ月ほどで併用した。2011年、オープン戦の校長を背景に、一軍の開幕先発ローテーション入りが早々に確定。 4月17日の大落天戦に登板し、初回に疑比で失点したものの、3回から6回までは三者凡退に抑え、7回8奪三審三安第一失点の内容だった。8回表に味方打線が逆転したことにより、プロ初勝利を挙げた。4試合目の先発となった5月8日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では7回を三失点に抑え、開幕4連勝。 オリックスの投手としては1993年の長谷川修義以来、前年未勝利投手の4戦4勝は、オリックス前身の阪急ブレーブス時代で当時、新人だった1978年の三浦博之以来であった。連勝は4でストップしたが、6月4日の対、広島東洋カープ戦で5勝目を挙げた。しかし、6月11日の対読売ジャイアンツ戦で、風による、 体調不良により急遽登板を回避してエヴァン・マクレーンに先発を譲る形になり監督の岡田秋信に自己管理ができていないと叱責を受け登録を抹消された。一軍復帰後の7月1日の対ソフトバンク戦では7回表からの3イニングを無失点に抑えプロ初セーブを記録。先発とリリーフで登板を重ねる中8月11日の 大楽天戦にて9回9奪三振1失点で、プロ初カウントを果たし、約2ヶ月ぶりとなる6勝目を挙げた。しかしその後、先発した9月29日の対ロッテ戦、リリーフ当番した10月1日の大楽天戦で、立て続けに敗戦投手となり、3日で2敗したことから、再度登録抹消。再調整を経て昇格し、シーズン最終戦となった10月13日の対。 ロッテ戦で7回に3を無失点に抑え2桁勝利を挙げた。2012年、背番号を21に変更。チームが一軍公式戦の開幕から3連敗で、迎えた4月3日の対北海道、日本ハームファイターズ戦では、先発で5回を3失点にとどめた末に、チーム及び自身のシーズン初勝利を果たした。金子千尋、寺原隼人などの先発陣が続々と、 戦線離脱していく中で先発ローテーションを守り続けたが8月9日に右肩通で登録抹消。し9月23日に一軍復帰を果たすとチームのシーズン最終戦となった10月8日の対ソフトバンク戦で日本プロ野球史上76人目85度目のノーヒットノーランを達成。パシフィックリーグでは12年ぶり、球団では17年ぶり、 最終戦での達成は1937年春季戦の阪急の石田光彦以来75年ぶり2度目、2リーグ制以降では初、死球による一走者だけの循環前試合は45度目であり、またこれが西自身にとって初の完封ともなった。この試合はソフトバンクの国母勇気の引退試合であり、前日国母が 真剣勝負してほしいと言ったことから、西は真剣勝負で挑んだが、試合後のコメントでは、誰も思っていなかったと思うと複雑な表情でコメントを残した。最終的には、チーム最多の発祥を挙げた。2013年、一軍公式戦で自己最多の28試合に登板。自己最多の166イニングを投げるとともに、先発3試合で、関東勝利を収めるなど、 9勝8敗、防御率3.63という成績を収めた。2014年、シーズン初登板から勝ち続けた末に、5月20日の対阪神タイガース戦で、開幕8戦全勝の球団記録を達成した。5月26日の対中日ドラゴンズ戦で敗れた、ことで連勝は8で途切れたが、7月8日の対ソフトバンク戦で、自己最多のシーズン11勝目を記録。 このような好成績を受けて、オールスターゲームには、パリーグ先発投手部門のファン投票1位で、初出場を果たした。オールスターゲーム後は不調で、8月1日の対、ロッテ戦で12勝目を挙げたことを最後に、5連敗で、レギュラーシーズンを終了した。しかし、開幕から1軍の先発ローテーションを守り抜いた、末に、12勝10敗、防御率3.29を記録。 チーム6年ぶり2度目のクライマックスシリーズ出場に貢献した。チームは日本シリーズへの進出を果たせなかったものの、シリーズ終了後の日米野球2014には日本代表のメンバーとして出場。先発ののりもと高広の後を受けて6回から、登板した第3戦では死球と死球を与えたものの、2イニングを無安打、無失点という内容で交代。後を継いだ。 マキタカズヒサ、西野有志も無安打無失点を続けたことから、日米野球史上初の系統ノーヒットノーラン、達成に至った。2015年、一軍公式戦で開幕から勝ち星に恵まれないまま、4月28日の練習で、キャッチボール中に顔面の神経麻痺が再発した。この日は、西野先発が予告されていたが、この事態を受けて、チームは先発を、 急遽、アレッサンドロ・マエストリに変更。本人は大事に至らず、5月3日の対ソフトバンク戦から、実戦に復帰すると、同月10日の対日本ハム戦で1軍公式戦282日ぶりの勝利を挙げた。1軍公式戦全体では、24試合の登板で2年連続の10勝と、リーグ2位の防御率2.38を記録。 先発登板時のクオリティスタート率がリーグ1位の83.3%に達したほか5月以降は投球内容が安定していたシーズン終了後には第1回 WBSC プレミア12に出場する日本代表に選出され2試合で1勝を記録したさらに同大会終了後の契約公開で投手としては 球団史上最年少の年俸1億円プレイヤーになった。2016年公式戦開幕前の3月6日に京セラドームで催された侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北で4回表から2番手投手として登板すると2回無失点という内容で勝利投手になった。一軍公式戦ではシーズン初登板からの参戦全敗を経て 4月18日の対西部戦でシーズン初勝利。5月31日の対巨人戦で、両リーグシーズン最速の7敗に達したものの、後に4戦全勝を記録。しかし、チーム87試合目となった7月26日の対ロッテ戦では、6失点を喫して、自身の連勝が途切れたばかりか、チームの自力による CS 進出の可能性が消滅した。 シーズン最終当番であった9月28日の大楽天戦で3年連続のシーズン10勝を達成。チーム内でこの年唯一の2桁勝利投手にもなったが、通算成績は10勝12敗でリーグ最大敗戦と自身初の負け越しを喫した。また、基本類打数4と前年の約3分の1にまで減ったものの、 防御率4.14と48予死球はいずれも自己ワーストであった。2017年、レギュラーシーズン2試合目の先発登板であった4月9日の対日本ハム戦で154球を投げた末に9回完封でシーズン初勝利。セパ両リーグの一軍公式戦シーズン初の完封勝利で日本ハム戦で完封勝利を挙げたのはプロ入り後初めてであった。 4月中旬までは2連勝を記録するほど、好調だったが、同月28日の対ソフトバンク戦から3、連敗を起死したため、一軍の首脳陣から無期限の再調整を通告。右足首を痛めたことや、急激な不審がチームの失速と重なったこともあって、5月12日付で出場選手登録を抹消された。不審による、 再調整を目的に登録を抹消されたのは2011年以来6年ぶりであったが実際には6月2日の対巨人戦で先発投手として1軍に復帰した復帰後は勝利数を故障まで伸ばしていたが8月22日の対日本ハム戦で1回表に松本剛が打ったライナーが左手首を直撃したためこの回限りで急遽降板 直後の検査で左手をひし形骨の骨折と診断、幹部の固定だけで4週間の固定を要することが判明したため、翌23日付で、再び登録を抹消された。一軍公式戦での通算成績は5勝6敗で、2桁勝利が3年連続で、途切れ、2年連続の負け越しに至った。2018年3月30日の対、ソフトバンク戦で、 プロイリアと初の開幕投手に起用。7回裏まで無失点でしのいたが、8回裏に2点を失った末に0から2で黒星を起死した。以降の先発投板でも、クオリティスタートを達成しながら、打線の援護に恵まれない試合が続いた。6月には3試合の投板で全勝した一方で、その直後から8月上旬まで4連敗を喫するなど、好不調の波が大きかった。それでも、 開幕時点での先発投手陣からただ一人、シーズンを通じて先発ローテーションを堅持。13敗を起死しながらも、シーズン最終当番であった10月1日の大楽点戦で10勝目を挙げたことによって、自身2年ぶりのシーズン2桁勝利を達成した。なお、シーズン中の5月に、国内 FA 権の取得要件を満たしたことを受けて、シーズン終了後の11月7日には、 国内 FA 権を行使することを NPB へ申請した。同月14日付で NPB から国内フリーエージェント宣言選手として公示。宣言後の残留を認めていたオリックスに加えて、公示当日に獲得に向けて、交渉に乗り出すことを表明していた阪神やソフトバンク、横浜 DNA ベイスターズなどと交渉に臨んだ。年月日に、 阪神タイガースへ移籍することを表明。阪神との4年契約で合意したことも、球団から正式に発表された。契約期間中の年俸推定総額は10億円で、背番号は16。2019年3月31日に、東京ヤクルトスワローズとの開幕カード第3戦に、先発投手として移籍後初めて公式戦に登板。4月7日の対広島戦で、 遺跡後初勝利を2年ぶりのカンプルで記録した。4月14日の対中日戦では1、軍公式戦での初打点、6月21日の対西部戦で NPB 史上149人目の公式戦、通算戦奪三振を記録。その一方で、高騰しても打線の援護に恵まれない試合が続いたため、5月10日の対中日戦で、 シーズン3勝目を挙げてから約2ヶ月間にわたって白星から遠ざかった。7月21日の対ヤクルト戦で4勝目を挙げてからは打線の調子と噛み合う試合が増加。9月28日の対 DNA 戦までの後、連勝によって2年連続6度目の2桁勝利に到達した。同月には当番した4試合で全勝したことに加えて、 月間の防御率を1.93にとどめるほどの活躍でチームの CS 進出に大きく貢献。2014年3.4月以来2度目の月間 MVP を受賞した。レギュラーシーズン全体では一軍公式戦26試合に登板。投球イニングは自己最多の172回1、3でチームトップの10勝、防御率2.92という成績を残した。 QS と QS 率はいずれもリーグトップで2015年以来4年ぶりに勝利数が敗戦数を上回った。CS では10月5日に DNA とのファーストステージ第一戦で先発を任されたものの1回表に先頭打者上里和樹から5連打を打たれたばかりか5番打者宮崎敏郎の打球が右足を直撃した影響で1死も取れずに降板。 同月13日に巨人とのファイナルステージ第2戦へ、先発したものの、高等しながら、チームを日本シリーズに導けなかった。なお、CS の終了後には、阪神の投手として、初めて、ゴールデングラブ賞を受賞。また、同性の親戚である、西淳也の入団が決まったものの、スコアボードでの表記は、西のままとなっている。2020年、自身二度目、 移籍後初めてのレギュラーシーズン開幕投手として、6月19日の大巨人戦に先発。6回1失点と高騰しながら勝敗はつかなかった。ものの、3回表の第1打席で、菅野智之から1軍公式戦を及びチームのレギュラーシーズン初本塁打、5回表の第2打席で、敵地に塁打を打って、チームの全得点を叩き出した。 日本プロ野球の開幕戦における投手の本類打は2008年の川上健心以来史上12人目で、阪神の投手では1938年春のミ園ノ高雄以来82年ぶりであった。スリークォーターから平均球速約時速 141km、最速時速 149km のストレートを中心にシュート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、 フォークをテンポよく投げ込む。特にシュートへの評価が高く、シュートとスライダーを軸とした横の揺さぶりを得意としている。投球フォームは、プロ入り当初から、すでに完成されており、10球程度で肩が出来上がる。仕上がりの速さ、物落じしないマウンド度胸が持ち味であるほか、右打者へのシュートをより活かすために、投球の際には、投手版の一塁側ギリギリを踏む。 内閣を強気に攻める投球を心情とするが、その影響からリーグ最多予式球を二度記録している。オリックスでの一軍デビュー当初は、マウンド上でも笑顔を見せることが多く、スマイル王子の異名を取ったが、相手をバカにしているのではないかという意見が出たこともあり、後にマウンド上での笑顔は封印している。斉藤祐樹が日本ハムのドラフト一ルーキーとして、 注目を集めていた2011年は、西が初めて先発ローテーションに定着した年でもあり、名前の読み方が同じ勇気であることから、メディアから西の勇ちゃんと呼ばれていた時期もあった。現在では、帽子の裏に、きっと大丈夫という言葉が書かれており、マウンド上でその言葉をつぶやくことがある。漫画のドラえもん、ドラベースのファンで、ドラベース作者の麦わらしいんだろうから、 グッズをプレゼントされる等の交流を持っている。2015年には、コロコロ兄貴に、西と麦わらの交流や、ドラベースの主人公クロエモンとの対決を描いた特別漫画が掲載された。オリックス時代の2011年から、日本赤十字社や日本財団子どもサポートプロジェクトへ、毎年寄付するなど、社会貢献活動を続けている。 阪神移籍後の2019年には、他球団から移籍した選手では初めて、阪神球団から若林忠史賞を授与された。オリックス時代の2010年から、知人の紹介で一般女性と交際。後に結婚したため、2016年10月には、その事実を初めて公表した。同性同盟という縁から車椅子陸上選手の西、勇気と信仰を持つ。 車椅子陸上の西が新聞に掲載されたことで存在を知った野球の西が知人を通して問い合わせたことがきっかけであり、2020年の春季キャンプ時に初対面を果たした。車椅子陸上の西の方は物心ついた時から野球好きで、野球の西のことを小物高校時代から認知していたという、ありがとうございます。